サンディエゴゼスト FC は、米国4部サッカーリーグ、u s セルプレミアデベロップメントリーグに所属する、現役大学サッカー部学生選手を主体とする、カリフォルニア州サンディエゴのサッカーチーム。20年以上にわたる u s セルリーグ2の長い歴史の中で、サンディエゴを本拠地とするチームは、このサンディエゴゼスト FC が初となった。チームは、地元の日系企業、 サンディエゴスポーツオーソリティにより2016年に設立される。サンディエゴ史上初のチームとして、また史上初の日系企業オーナーの US セル、リーグ2参入として、米国サッカー界では多方面にわたって話題を呼んだ。チームは地元の4年生大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校を本拠地とし、5月から8月にわたって活動する。 ジェスト FC のエリック・ホルトと SV ・ホルンのオーナー、ホンダ・ケースケ・米国女子2部、サッカーリーグ WPSL へのクラブ、設立ラマーハント、US オープンカップへの出場米国男子5部、ユナイテッド・プレミア・サッカーリーグにセカンドチームを、設立モンテネグロ3部所属 FK、アドリアの共同オーナー、就任ロサンゼルス・ギャラクシー・サンディエゴとの、 定型米国プロサッカー合同セレクションの実施日本、全国のみならず、韓国からも選手が集結した、日本史上初の試みとなった、米国プロサッカー合同セレクション。ありがとうございます。